うん、案内係トライリン、うん、ちゃんと書いてある、うん、素晴らしい。あ、いや、違うんですよ。はい、こんにちは、こんばんは、葵です。今回もレッドイットダイをやっていきます。はい、トライリンさん、よろしくお願いします。ダメです、ダメです、それはダメだよ。はい、実はですね、私未だ12回あたりでうろついたままでして、何をやってたかっていうと、ラジオの音楽聴いたり、いい曲多いですよね。あとトライリンさんと親密になったり、あと構想とかですね、行方を見守ったり、自分は早々に負けてリタイアしちゃうんで、構想の行方を見守ったり、よその東京とかカリフォルニアとかの見て地味に楽しんでおりました。10回超えちゃうと、このゲーム本当にきつい、うん、死ぬのが怖くなる、うん、まあそこがこのゲームの肝なんですけど、うん、ということで、とにかく先に進んで、この先のボスを倒して、ガンガン倒していこうと思います。いきますよ。うん、なんか痛そうだ。はい、キャラクター変わってますけど、実は事故に遭いまして、事故というか自分の不注意なんですけど、メニュー画面からタイトルに戻るというのを経由せずに、僕一旦やめてしまいまして、それをやるとデータ化しちゃうんですね。それでお金が結構かかるってことが分かって、9000以上取られるのかな。それで別のキャラで取りにお金を稼ごうと思って、今ちょうどイベントやっててお金を稼ごうと思ったんですよ。そしたらそのキャラクターも殺されちゃいまして、あ、マジか。今お金が7700持ってますので、はい、このキャラクターで第一角変動のイベントでお金を稼いでたんですよ。それが殺されちゃいましたので、まずこれを5600で生き返らせます。そしてこのキャラで結構稼いだと思うんですよ。うん、3万稼いだんですね、すごい。そしてその手に入れたお金で自分のミスでヘイター化させてしまった冒頭に出てきたキャラを9000で救助します。うん、だいぶ損したな。まあいい、これで元通りです。はい、これで最初の元気のいいキャラクターに交代です。はい、自分のミスで寄り道しましたけど、ここから再び頑張っていきましょう。よし、はい、ようやく振り出しに戻りました。それでやっぱりお金が圧倒的に足りないということで、今回ちょっと第一角変動イベントのお金稼ぎをしようと思います。では行ってきます。あ、カンカンまだ、あ、こっちだ。よしよし、
はい、ここまで来たらあとはお金を取るだけですね。うん、怖いのはやっぱりジャッカルズですね。一回だけジャッカルズに襲われて、瞬殺されております。あの警告音に何の意味か分からず黙ってたら撃ち殺されましたね。はい、2000、多分これも2000ですね。はい、2000。結構美味しいですね。5000かな。はい、5000。これも5000でしょう。これは多分500ですね。はい、こんな感じでちょっとマラソンしてみようかな。はい、というわけで大地殻変動イベントの、キルコイン集め無事に帰ってきましたけど、1回の道中合わせて3万以上貯まりますね。これだと10万とかもすぐ繰り返せば貯まるんじゃないですかね。これで金策は困らないはずですね。よし、そしていよいよ上の階を攻略していこうと思います。はい、今回攻略をすると言っておきながらお金儲けに終始しました。お金の亡者。でもそれでも92,400キルコイン貯まったのでこれでいいですね。お金には困らない。金庫そろそろ広げないと追いつかないですね。あと第一核変動イベントは黄金動物が欲しいですね。回ってきて欲しいですね。もうカエルやネズミでは追いつかない。というわけで資金も貯まったので次回こそは攻略に専念したいと思います。はい、ではこのあたりでおいとまします。ありがとうございました。トライリンさんもありがとう。それやめようか。